続いて相互要領方式のファーストステップガイドを説明します。使用する統合開発環境を選択し次に進みます。使用するマイコンの型番を選択します。次に使用するクロックを選択します。相互要領方式を選択します。次に N×N のマトリクスを使用してタッチ電極をレイアウトします。配置したマトリクスごとに送信用、受信用の電極の設定をマトリクスセットアップウィンドウで行います。使用する送信・受信電極を設定するとキーマトリクスが作成されます。各電極が20ピコファラット以下になることを確認します。以降は自己容量方式と同様となります。